広島東洋カープホームランガールホームランガールは、プロ野球セントラルリーグの球団、広島東洋カープのマスコットガールである。主な活動は、その名の通りマズダ・ズーム、ズームスタジアム広島等でのホームゲームにおいて、ホームランを打った、広島の選手に、ホームラン人形を贈呈することであるが、他に、球団イベント進行補助、CC ダンスの演技等も言っている。 2014年度、カープホームランガールを広めカープ女子聖地は、ドケチ経営でできている、第1回マツダスタジアム広島の魅力とは東洋経済オンライン2014年9月15日、AB、広島東洋カープ公式サイトスタッフ募集。2019年5月29日閲覧。連覇への女神決定。広島が、 ホームランガール発表過去最多245人から3人選ぶデイリースポーツオンライン2018年6月16日閲覧広島ホームランガールお披露目過去最多245人が応募東スポ2018年6月16日閲覧広島ホームランガールに女子大生林ゆりえんさんら日本一に導きたいスポ日 2018年6月16日閲覧。広島、ホームランガールを発表。大学生の白石さん、大めぐるさん、住田さん。スポーツ放置。2018年6月16日閲覧。ホームランガール3人が、決定162人の応募者から選出。デイリースポーツオンライン。2018年6月16日、閲覧。 広島ホームランガール発表162人の応募から3人。日刊スポーツ。2018年6月16日閲覧。2019年度カープホームランガールを広め。広島東洋カープ公式サイト。広島東洋カープ。2019年4月6日閲覧。広島エルドレッド母先頭打者団呼んだ。 1>, 1日限定ホームランガールで活躍エルド母が1日、HR ガール、初回に、仕事、久本、結婚27日に、友田ゆかさんと広島、栗原が、昨年12月に入籍、今年7月にはパパに、ありがとうございます。